たまにはあの将軍様の国を解説していくか。将軍様？あのキャバクラに行った将軍様ね。そうそうっておい、ちげえよ。銀玉風のツッコミさせるんじゃねえよ。とりあえず北朝鮮のことについて見ていくぜ。なんだシンパチじゃなかったんだ。これは気になるわね。ということで今回は北朝鮮空軍、その装備と現状、時代に取り残された国の末路をお送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、今回は朝鮮人民空軍いわゆる北朝鮮空軍を解説していくぜ。ついにあの将軍様の話題に切り込むのね、ごくり。まあ、いろいろと怖いからこれまで避けてたけど、やっと重い腰を上げたって感じね。やろうと思えばいつでもできるし、やらないだけだからな私の場合。まずは現在使用されている戦闘機を古い順に解説していくぞ。最初はミグ17だ。旧ソ連で開発されたジェット戦闘機で初飛行は1950年なんだ。いくらなんでも古すぎでしょ。ああ、多分最後のミグ17運用国なんじゃないかと思うぜ。というか、こんなの現役な国そうそういないぞ。まあそうだね。そんなミグ17は最高速度が時速1145キロで、武装は376機関砲と23ミリ機関砲2門を基本装備しているんだ。ハードポイントが2つあって、増装化250キログラムまでの爆弾が搭載できるぜ。まあ当時は最先端だったでしょうけど、今じゃポンコ。レーダーなどはなくて高度な射撃システムもないから、まさに当時の時代相応だな。北朝鮮はミグ 17F 型と C 国ライセンス生産品の J5 を使用していて、100機前後が現在運用されているんだ。北朝鮮では主に待機任務に使用されているのが特徴だぜ。ええー、やっぱり相手にならないくらい戦闘機が貧弱なんだね。次はミグ19だ。ミグ19は旧ソ連が50年代に開発した戦闘機で、北朝鮮が所有する機体は、大半が C 国製の J6 となっているぜ。あ、これはベトナム戦争で活躍したやつね。確か、運動性能は後継のミグ21より良かったと言われているやつだったような。その通りで、最高速度は時速 1540km で武装は30ミリ機関砲が3門。主翼下には4つのハードポイントがあって、2000kg までの爆弾と対空ミサイルが2発装備できるぜ。だがな、北朝鮮は対地攻撃機として運用してきたけどミグ19はエンジンの寿命が短いんだな。しかも、2000年後半に墜落事故が多発したせいで、2016年頃には表に顔出さなくなったんだぜ。ミグ19が最近出てこないのはそんな理由があったのね。1996年に渓谷に亡命した機体はかなり整備状態が悪かったって聞くし、やっぱり北も整備できないんだね。ああ、現在はほとんど使用されてないと予測されているぜ。次は現在北朝鮮で最多勢力を誇るミグ21だ。ふむふむ。北朝鮮はミグ 21PFPFM とミグ 21BIS をそれぞれ130機程度配備しているんだが、このミグ 21PF シリーズは初の全天候型の量産型で、初飛行は1958年で、最大探知距離20キロの RD21 レーダーを搭載していて、R3 空対空ミサイルが4発搭載できるぜ。固定武装はないの？フィンファンネルとかビームサーベルとかさ、そんなもんあったらモビルスーツになっちゃうだろ。そもそも、ミサイル万能論の頃の出しスペースもなかったからしょうがないんだぜ。ミグ 21PF の改良型が PFM でレーダーは改良型の RD21M を装備していて、データリンク能力も付与されているのが特徴だ。ポンコツ揃いの中じゃ意外と強い気がするわね。武装は先ほどの R3 対空ミサイルの他に、23ミリ機関砲コンテナやロケットも装備可能となっているんだぜ。外見上の PF との違いはドラッグシュートが追加された点だな。へえ、そうですか、興味なし。北朝鮮は PF と PFM を130機保有していると言われているけど、PF に関してはほぼ見たことがないので大半は PFM だと思うぞ。各種資料では出てこないけれど、映像ではミグ 21MF のような機体も確認されていて、数は不明だけどミグ 21MF も保有している可能性ありだがな。多分それはハリボテ。そんなミグ21の中でも現代でも戦力となりうるのが、ミグ 21BIS なわけだがこれは第三世代機になるんだぜ。第三世代機が主力とか、アメリカも弱すぎて困ってるかもね。確かに、こんな弱い戦闘機で喧嘩売ってくるの？と困惑してるだろう。でも、他のミグシリーズよりは、能力も格段に向上しているんでしょ？ああ。初飛行は1971年で、最高速度は時速 2175km もあるんだぜ。電子機器の近代化が行われたから、R60 対空ミサイルの運用が可能となっているのも特徴だ。その他には23ミリ機関砲が固定装備となっているぜ。そんな北朝鮮は、
現在40機前後運用していて、すべてカザフスタンから90年代に輸入したものなんだぜ。ふる、90年代から何も進化してない軍隊なのね。まあ、キューバから輸送途中で押収されたのも BIS だし、当時は、2機のミグと15機のエンジンが見つかったらしいぜ。しかもな、ミグ21系列の戦闘機だと C 国のコピー版 J7 も保有しているんだ。またしても C 国製なの。これは初期のミグ 21F13 を元に生産した機体で、基本性能も、ミグ 21F13 とほぼ同程度のものになっているんだぜ。おまけに北朝鮮は輸出型の F7A を40機運用しているんだ。どれも古い戦闘機ばかりで、正直負ける気がしないのよ。ここからは中射程以上の空対空ミサイルが運用可能な機体を見ていくぜ。え？そんな機体も持ってたの？ああ。まずはミグ23で、これは70年代に旧ソ連で開発された可変翼の戦闘機だな。北朝鮮は1976年に初飛行したミグ 23ML を装備しているんだが、ミグ23でも後期のタイプで軽量化により運動性能が向上。最大探知距離85キロのサプファー 23ML レーダーを装備していて、最大射程50キロの R24 対空ミサイルで攻撃可能なんだな。性能も部分的には F16 などと互角な部分もあってソ連の仕様だけども、シリアのミグ23が、イスラエルの F15 を3機撃破していて最新ではないけれども侮れない存在だぜ。まさに北朝鮮の切り札って感じね。というか、北朝鮮が可変翼機を運用してるのは意外だわ。北のミグ23は旧ソ連から領空通過権と飛行場利用権の代価として、1985年頃に導入したものだからな。可変翼機だから整備が複雑で、90年頃には3機ほどが、整備不良で墜落したけど最近は墜落したという話は聞かないぜ。整備できるようになってきたのかな？それとももう動かなくなってるのかもしれないわね。そして、北朝鮮で最新の機体がミグ29だぜ。いよいよ第4世代機か。その実力とやら見せてもらおうか。北朝鮮は1984年に初飛行したミグ29の 9.13 規格、いわゆるミグ 29S を装備しているんだぜ。最大探知距離100キロの N19 レーダーを搭載していて、最大10目標の追跡と2目標の攻撃が可能で、武装は長射程の R27 空対空ミサイルが運用可能なんだぜ。しかも北朝鮮は複座型の UB と合わせて30から40機程度運用しているぞ。それでもやっぱり数は少ないわね。他にも何か持ってるのかしら？次は対地攻撃機だぜ。まずはソ連が開発したスホーイ7戦闘爆撃機だ。初飛行は1966年で最高速度は時速 2150km、武装は30ミリ機関砲2門と各種対地兵装。時代的に精密攻撃能力はなくて、無誘導爆弾やロケットによる攻撃がメインの機体だぜ。なんかパッとしない機体ね。そうだな。運用国も少ないし、スホーイ17の影に隠れた感もあるしな。実戦でもいい結果はほとんど聞かないし、北朝鮮には、71年に引き渡されているけど映像などの露出はとても少ない機体でもあるんだぜ。何に使ってるんですかね？現在でも衛星写真などで存在は確認されているけど、ほとんど稼働状態ではないと推測されているんだ。そもそも、対地攻撃機は旧型のミグでもできるから出番は少なそうだな。他にも何かないの？私たちがあっと驚くようなやつは？北朝鮮で一番新型の攻撃機がスホーイ25だぜ。ソ連が開発した近接支援機で運用や構造が西側の A10 に近い機体となっているぞ。最近まで北朝鮮のスホーイ25は精密攻撃能力がない機体を運用していると考えられていたが、今年4月の演習で航空機から対地ミサイル等が発射されたのが、警告側で確認されたことと北朝鮮側の記録写真で、スホーイ25の前に、KH-29 空対地ミサイルが確認されたことによって、北朝鮮のスホーイ25が、クヨン PS レーザー指示速挙機を装備していて、精密攻撃能力がある可能性が出てきたんだぜ。これはなかなかの脅威になりそうね。航空自衛隊の戦闘機には勝てるわけないけども、この他には輸送機のアントノフ2にロケット砲を取り付けて軽攻撃機として運用しているぜ。輸送機にロケット砲？だいぶ質素な兵器だわわら。侮ってはいけないがだいぶ弱そうだよな。次は爆撃機で、北朝鮮は1948年に初飛行したイリューシン28と C 国生産型の H5 を装備していて、最大 3000kg までの爆弾の搭載が可能だぜ。過去には公開で P15 の発射試験をしているので、P15 対艦ミサイルの搭載能力もあると推測されているぞ。北の核はイリューシン28にも搭載できるっていうの？そういう資料は確認してないけどな、ミサイルにも搭載できるほど小型化に成功しているのは事実だぜ。それなら搭載できてもおかしくないだろ？おう、やっぱり北将軍様を舐めちゃいけないわね。
さて、最後は練習機の紹介だ。ふむふむ。北朝鮮は各種戦闘機の複座型の他に、MiG-15 を練習機として運用しているんだぜ。ジェット機以外だと他にも練習機はあるけど、今回はカットだ。カットなのね。最後は北朝鮮独自の改修と今後の展望を見ていくぞ。将軍様お気に入りの改修だと、MiG-17 などの機体の胴体下に小型の、ハードポイントが追加されていて、搭載能力を向上させた機体が確認されているんだぜ。しかもな、近代化の点では新型の戦闘機を中心に、戦闘機のコックピットのグラスコックピット化が進んでいて、2017年頃にMiG-29で行われているのが確認されているんだ。ええ、あの機体がグラスコックピットですって？ああ、つい先日MiG-23でも確認されているぞ。それにMiG-21は練習設備で LCD になっているのが、確認されていて、実機も回収されていると推測できるぜ。ちょっと、練習機で LCD？ 北の話よね。また、迷彩に関しては2010年前半まではMiG-29やSU-25に、濃い緑色の迷彩が塗装されていたけど、2014年から15年頃に、MiG-21BIS を中心に灰色を中心とした西側のような迷彩に変更されていて、大半の新型機はこの迷彩に改修されているとのことだぜ。将軍様のお腹にも迷彩塗装をしたら少しは痩せて。黙れ。それで今後の展望だけど、お先真っ暗と言っても過言じゃないんだな。そうなの？新型機に関してはロシアや C 国はこの制裁下では、売ってくれないだろうし、友好国を経由すれば輸入できるんじゃないかとも思ったが、そもそもその友好国は輸入できるレベルの経済状況じゃないだろうし、北朝鮮と友好な国なんて戦闘機のパーツに関しても枯渇状態だろうしな。なんだ、やっぱりまだまだ北朝鮮は大したことないのね。大したことなくはないんだが、日本やアメリカ、イギリスに、勝つほどの戦闘力は持ち合わせていないというのが現状だぜ。もちろん核兵器という最後の砦があるが、日米の、ミサイル防衛システムの前でどれだけ効果があるのか怪しいところだしな。なるほどね。まだまだ安泰ってところかしら。だがな、北朝鮮も C 国も技術革新は著しいから、油断してはいけないぜ。油断はダメね。これからも北朝鮮から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。